私はお腹を空かせたフレンチブルドッグブリーダー。ポテトチップスかクッキーか迷いに迷ってバター風味の味噌カレーうどんをチョイス。以前食べたこのねぶたの絵が写っている煮干しラーメンがめちゃくちゃうまかったので、こちらのカレーラーメンもとても期待。青森の素直。はい、牛乳を入れてもコクがあって美味しいらしい。カップヌードルのシーフードを牛乳で入れると美味しいという裏技を知っている。 I love ローソン。ねぶたの絵の目が動くという噂があるらしい。あまりにお腹が空いていて、すでにカレーラーメンということを忘れている。確か俺買ったの味噌ラーメンだったよなみたいな感覚でラーメンを混ぜていく。ちなみに丸と福は家で留守番中。さあ注目の一口目。ミルキーっていうか牛乳の味がしかしね。そう、この時点でカレーラーメンということを忘れていた。でもよくよく考えたら、渋谷でめちゃくちゃ行列のできていたカレーうどんの味もこんな味だったような、かなりミルキーなカレーうどんだったような味がするから、もしかしたらこれ美味しいのかもしれない。ただいかんせんフレブル社長はとんがった塩味が大好き。こんなミルキーなラーメンは今日だけしか買わない可能性が高いでしょう。ただお子ちゃまにはめちゃくちゃウケるんじゃないか。お子ちゃま女性、辛いの苦手な人はこちらのカレー味噌ミルクラーメンぜひお試しあれ。ではでは、さようなら。